イタリア人はイタリア共和国の国民として国籍を保持する人。イタリア民族を自らのアイデンティティとする人。この場合のイタリア人はイタリア政府から公に国籍を与えられ自国民として認知された人々を指す。国籍を取得する上において他のイタリア人と同じ言語を持ち、同じ民族的価値観を有することが有利であるのは事実であるが、 必ずしも必要というわけではない。困難ではあるが、そうした要件を満たさずとも国籍を取得し国民としてのイタリア人という立場を得ることは可能なのである。ただ、そうしたマグチの広さゆえに口実する民族としてのイタリア人からは外国人として排撃運動の対象にされることも少なくない。この場合の イタリア人は自らがイタリア民族に属していると自認する人々、つまり自らの民族的ルーツがイタリア民族にあると考える人々を指す。民族とは自分たちは同じグループに属しているという仲間意識を持つ集団を意味する。故に人種のような生物学的分類ではないし、一般に考えられがちな宗教、文化、言語が絶対的な決定要素になるわけでもない。 それらは単に共通点が多ければ仲間意識を抱き、安く、グループ化しやすいということに過ぎない。ゆえに、イタリア民族の場合も、イタリア地方居住者に多く見られる特徴である。高加速とイタリア語話者、イタリア文化の理解、イタリア的価値観の保持などが求められることが多いが、それらも、絶対条件というわけではなく、決定要素となり得るのは、周囲の認知と辞任と言えるであろう。 ローマ時代、民族としてのイタリア人が初めて歴史上に現れるのは古代ローマ時代にまで遡る。共和制中期、イタリア全土を統合する国家となったローマ共和国は、他のイタリア居住者を尊重しつつも、自国の中核を成すローマ民族に関しては従来、道理都市国家時代の所領に住まうためのみに限定し、あくまでも都市民族としての概念を維持していた。 このことに不満を抱いた他のイタリア居住者の反発によって一度は状況を改善するための改革が試みられたものの最終的には改革を主導した古民間マルクスリビウスドゥルースが暴殺されたことで頓挫。平和的解決を絶望ししたローマ国籍を持たないヒローマ系イタリア居住者のうちピノチェント族、パイリーノ族、ビスティーノ族、マルキーノ族、マルシ族、 フレンターの族、サムニウム族、ヒルピーの族など八部族が反ローマを旗印に、新国家、イタリアを建国とコルフィニウムに定めた。後の世において、同盟主戦争として知られるこの大判断は、失政官ルキウス・ユリウス・カイサルがイタリア全居住者にローマ国籍を付与し、全イタリア人をローマ民族に統合することで収束した。この戦いの後、 目的を終えた、イタリアは解体されるが、上日の全員イタリア人への国籍付与によって、それまで都市民族の枠に止まっていたローマ民族は、イタリア居住者全体を統合する、地域民族へと発展を遂げ、以降、平成ローマ後期にカラカラミカドが全ローマ領民へ、国籍を付与し、地中海世界の居住者すべてを統合、代表する、世界民族へ発展するまでの長きにわたって、 イタリア居住者を統合する民族であり続けた。ゆえに、近世以降、イタリアナショナリズムが勃興すると、イタリアの民族主義者たちは、共和制中期から帝政中期まで、ローマ民族が古代における実質的なイタリア民族であったと考え、ローマ文明に自民族の根源的ルーツを求めたものが多かった。常述のカラカラミカドによる、全領土住民への国籍付与によって、 ローマ民族は地域民族から世界民族へと飛躍を遂げたが、それは同時にローマ民族がイタリアの民族という意味合いを大きく失うことを意味していた。さらに統一ローマの分裂とイタリア地方が属した西ローマ帝国の崩壊が、そうしたイタリア居住者のアイデンティティの喪失に拍車をかけた。中世時代西ローマ崩壊後、 ゲルマニア地方出身の諸民族が豊かな土地を求めて、イタリア半島へ侵入を試みてきた。西ローマを滅ぼした、傭兵隊長オドアケルを倒し、イタリアを征服した東ゴート民族の王は、オドアケルの西ローマ皇帝変換によって、ローマの統一帝としての地位を得ていた中世、ローマ皇帝より、イタリア総督の地位を与えられ、東ゴート王国を開いた。 この際入り込んできたゴート人の数は約30万程度と言われ、現住のイタリア居住者からすれば圧倒的に人数が少なかったこともあって、権力基盤は弱く、東ゴートの王はイタリア人の王王と名乗らず、単にレックスと名乗った。東ゴート人の統治が短命に終わったこともあり、ほとんどのイタリア居住者は従来通り、ローマ民族に属していると考えていた。 中世ローマ帝国との戦争で滅んだ東ゴートに、ついで、イタリアを征服したのは、ランボバルド民族民族であり、彼らは、ゴート人、同様数十万人程度の数で現住者に比べ、圧倒的に数は少なかったため、積極的にローマ時代の文化や法律を吸収し、自らの言語よりも、積極的にラテン語とイタリア語を用い、根結を奨励することで、自ら、 ローマ民族への同化を図った。結果、高ー王国に比べ同民族による統治は安定し、フランク王国によってランゴバルド王国が滅ぼされるまで支配は続き、現在もロンバルディア州やロマンス諸語のロンバルド語などに影響を残す。フランク王国による支配は、ランゴバルド王国に脅威を抱いたローマ教皇の要請によってランゴバルド王国が滅ぼされた後に始まる。 自らの庇護を求めたローマ教皇はカール大帝に独断で西ローマ帝位を与え、これによってフランクローマ帝国の領土として統治される。フランクによる支配は各地方の有力者に借位を与えての地方文献的な方法であったこと、フランク帝国自身がローマ帝国の後継を自負したことなどから従来通りローマ民族に属すると考えるイタリア居住者がほとんどであった。 フランク帝国が崩壊し、イタリアが政治的空白に陥ると、北部は王位を争う貴族の領土が林立し、中部は教会の私有地と化し、南部は教会の後ろ盾を得たバイキングがアラブ人を追い払い王政国家が築かれた。これ以降、サルデーニャ王国による統一に至るまでの長きに、渡って多少の勢力変動はありつつもイタリアは、 政治的分裂の過中で彷徨い続けることとなり、イタリアに居住する人々も次第により小さな集団、すなわち、郷土愛に立脚した地方民族主義へと傾斜していった。ルネッサンスイタリアの統一とファシズム現代のイタリア、ありがとうございます。